セルゲイ・アナトリエビチ・スタロスティンは、ロシアの歴史言語学者。スタロスティンは、様々な仮想的祖語の最高の業績によっておそらく、最もよく知られている。この中には議論の多いアルタイ語族に関する論文、デネコーカサス・ダ語族仮説の形成、さらに古い時代のボレア語族の提唱が含まれる。スタロスティンは、また、中国語上項の最高も言った。 スタロスティンは、モスクワで生まれた。1970年に、モスクワ大学に入学し、ノストラティック第五族の研究者であるアーロン、ドルゴポルスキーや、ブラディ・ビルディボの下で学び、また、日本語を研究した。交換された、最初の論文は、日本祖語に関するものである。卒業後に、同大学で教えた。1992年からは、ロシア国立人文大学に移った。 スタロスティンは、コーカサス、サハリン州などでフィールドワークを行い、また、ケット後の現地調査を組織した。スタロスティンは、ミシガン大学で開かれた、言語、選手シンポジウムのために1988年に、初めて訪米した。その後サンタフェ研究所の客員教授を務めた。また、オランダのライデン大学で、しばしば講師を務め、2005年6月に、 同大学の栄誉博士の学位を授与された。スタロスティンは2005年9月30日にモスクワで心筋梗塞によって休止した。このゲオルギー・スタロスティンも言語学者である。1986年にスタロスティンはイーゴリ・ディアコノフと共同でフルリウラルト語が北東高カサス語族に属するという説を提出した。スタロスティンはまたキランティソ語、チベットビルマソ語、 エニセイソゴ、北コーカサスソゴ、アルタイソゴの再考を行った。17世紀のアブルガーズイーが初めて述べ、20世紀初頭にラムステッドが復活させた日本語がアルタイ語族に属するという理論についてもスタロスティンは展開させた。デネコーカサス大語族仮説においては、北西コーカサスゴ族、北東コーカサスゴ族、エニセ語族、シナチベット語族、 なで猫族がより巨大な単一の語族を成すとする。スタロスティンによれば、デネコーカサス第五族、オーストリック第五族、およびのストラティック第五族が、さらに古い時代において関連性を持ち、それを、ボレア語族とスタロスティンは呼んだ。1985年以来、スタロスティンは、言語学者の作業空間である、スターリングシステムの開発を行った。 このソフトウェア開発はノーベル賞を受賞した物理学者のマレー・ゲルマンが手伝った。ありがとうございます。